アンジェイ・シャルマフは、ポーランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。1970年代のポーランド代表の黄金時代を支えた、中心選手の一人。当初は、AS のボジミエシュ・ルバンスキの控えであったが、ルバンスキの不勝利脱によりレギュラーの座を獲得。右 FW のグジェゴシ、ラトー、左 FW のロベルトがドハと中盤のカジミエシュ、 デーナラと共に1974年の FIFA フフワールドカップ西ドイツ大会では得点王のラトウに次ぐ5得点を挙げこの大会での3位入賞に貢献した。また1976年モントリオールオリンピックで準優勝と9得点を挙げ大会最優秀選手賞を獲得した。ポーランド代表として 1978FIFA フフワールドカップ 1982FIFA ワールドカップの3大会連続出場を果たすなど、国際 A マッチ61試合出場32得点を記録した。1980年にフランスのアージオセールに移籍。1980年から1985年の間に94得点を記録し、監督のギールやサポーターの支持を得た。1989年に現役引退後、 すぐに指導者の道へ進み、ニブリーグのクレルモンフットオーベルニューなどの監督を務めた。ありがとうございます。